緊急地震速報、大地震です。日向灘を震源とする昨日の地震では県内でも最大震度3の揺れを観測。世界遺産の島宮島の大鳥居の周辺では緊急地震速報を聞いた観光客が一斉にその場を離れました。防災災害用品と書かれた看板が目立っています。やはり地震を受けて関心を持っている人が増えたようです。一夜明け、広島市西区のホームセンターには防災グッズを買い求める人の姿が。いよいよかなっていう、実際にこう準備をしようというそのきっかけにはなりますよね。でいつ来てもいいようにというか。今後巨大地震発生の可能性が平常時より高まっているとして、気象庁は南海トラフ地震臨時情報の巨大地震注意を運用開始後初めて発表しました。1週間を目安に備えの再確認が呼びかけられている中、この店では昨夜から防災グッズを買い求める人が増え、今朝避難グッズが入った防災バッグが一時的に売り切れになりました。やはり昨日地震が起きまして、問い合わせも多いですし、防災グッズ、タンスとか倒れないように、はい、あれは通常でもよく出ております。地震を受けて今日の新幹線は東海地方で速度を落として運行するため、広島から博多方面の列車で一部遅れが生じています。県や県警では1週間をめどに初動で遅れを取らないよう24時間体制で情報収集などに当たりつつも冷静な対応を呼びかけています。南海トラフ地震が発生した場合、広島県でも大きな被害が出ることが想定されておりますけれども、現時点においてはですね、県民の皆様には通常通りの生活を送っていただきたいと思います。